ほら、来いや来いや、かかってこいや、ちょっとかかってこいや、はいやーって思うな。あいつら要塞から出てけへんけど、どうしたん、さっきのあの作戦なんやろうな。いや、スーパーゲリラ戦術やからゲリラ戦術で勝つしかねえ。そう、俺たちの得意技やから。エイミラとって見当たりやおー、なんかとりあえず弓矢撃って敵減らそうぜ。そうだな、さっきもうまくいったからな。やってな、ちまちまで敵減らそうぜ。それな、あれもうゾムが捨てる。はい、ズズ攻めたいよ。あ、酔っ払うんだよ。いやい、当たりも千弓を撃ってきよってからに俺もやけど。あ、待て、みんな右から足音が聞こえる。え、足音てか、グルッペンおれへんから、多分グルッペンあたりが多分なんかね、してると思うんだよな、俺は。なんか、そっちの方が、チェース。あー、バレたか。バレたなぁ。よしよしよし、何持ってました、先輩。TNT 持ってますね。5個持ってますね。予想通りやわ。くそー、どうしてグルッペンの特攻が。いや、もうえん。まあ、指輪を打とう。そやな、俺たちの得意な戦術でやろう。想像の範疇だぜ。あった、よし、いいぞ。あー、打つに負けてんじゃないか、お前。すいません。いや、でもすいません。次がある、次がな。あ、ぶね。あ、じゃあ、チコ天から動けないんだけど、大丈夫、戦争。いや、待て、粘り強く、だこの野郎。なんだこの野郎。なんどうてこれ。なんだこの野郎、やんのか、これ。どうてこれ、あんまチンコでかいから調子乗りやがって、お前、分けろ。誰がブラックパール腰。お前じゃい。あ、今、うん、ロボロとグルペンが11時から12時。うわ、何。あ、まだ。ナイスナイスシュー。おー、敵討ち、ありがとう。うわ、もうダメだ、バレた。ちょっと待って、これ砲撃戦で勝つ自信がないんだけど、これ大丈夫。エイフが向こう上手すぎる。いや、せえねえな。うまい。おー、出てこいよ、ほら。ロボロとグルペン分かるけど、シンマとエミルどこ。シンは要塞の中、シンは要塞から左側回ってる。あ、左か。よし、決めた。ちょっと待ってよ、でも確かにずーっとこれやっててもしょうがないってしょうがないな。ロボロが要塞に剥がせとき、俺がまた爆弾を設置してくるから。なんで言うねん。剥がせとけよ。自己申告していくスタイル。あー、見とけよ、お前、爆弾設置してくるから。俺、さっさと撃てばいいんだよ。おいっす。ナイスー。まあ、結構手前でやられたな。くそ、あそこ当ててくる。どこぞの石壁みたいに弓でも回収し、矢でも回収しよっか。あ、エミールが今拠点の一時の方向いたな。了解、普通にミスった。どうしよう。動けねえ。あ、シンバ君ありがとう。矢の提供ありがとうございます。これ当たってるように、隣ですよ。何なにプロや。やばいな、あいつ殺戮のプロや。やるね。お、トント先生がガバイムだった。どうしたの。いやー、ちょっとね、グルペン拠点内の12時最近アルコールで手が震えてな。あ、ちょやあ、プルプルなんて。なんかいっぱい物落ちてるなと思ったら、なんかすげえ卵とか余計なものがいっぱい入ってる。俺のか。俺が森のキリルやってた時の時代の遺物やぞ。生物や。生物なんや。召喚しないと。これしま、ほんま今日自分のポジション動かへんな。俺正直グルッペンドクトリンとか生意気なこと言ってるけど、俺正直自分のポジション以外からの攻め方知らんからな。優秀。あ、グルッペンが3時の方向ぐらいから来てる。いるな、3時の方向。来てますね。あ、ゾバ発見。じゃ、くそ。あ、これ、あ、これ、あ、ポジション。ナイスーナイスーナイスー。俺のポジション効かねえぞ。俺のポジション効かなかったぞ。え、マジ？ちょっと壊れてるかもしれない。まあいい。ちなみにポーションって地味に結構段差の判定厳しかったりする。気付けよ。いや、自爆しながら。あ、フレンドリファイア。あそこにいるな。フレンドファイアだなしや。フレンドファイア。誰か後ろいい？後ろ。ロボロがね、チリ。
チームキー知ってた知ってた。おい、9時の方向すごい大回りしてシンバが頑張って登ってるぞ、左の山を。9時9時おう、あ、変えてった。完全に完全に爆発されてるぞ。ちょっとね、なんかあれなんだ、ドラスティックな出来事を起こさないと。どうだろう、やばい。おとなしく弓矢を打ち続けよう。ドラスティックとはコツコツな感じだ。ロボの後ろ見て、後ろ見て、ロボの後ろ見て。ジーッあいつカリフだよ。だいぶ危険やん。あいつ防衛学校あいつなんか完全に、あいつカリフしてるの。うらぁうらぁ、ルッペンが2時から3時の方向にいるな。森の方にいる。了解、確認しました。あいつらとっくに城入っとったで、この時間帯。よしあー、撃つとっくに占領しとったな、この時間。うん、なんでや。いいぞいいぞ。おい、シンバ、そんな遠くから当たるか、お前。いや、無理やな、これ。めっちゃ遠かったぞ、今見たけど。めっちゃ遠くいるやん。いや、これは、あれや、俺が撃たれたくないという心理から出た行動や。いや、まずいぞ、完全に暴発されてるぞ、俺たち。弱すぎるやろ。どうしよう。てか、鎮圧が軽々す、まあ、総帥はどこ行ってしまったんや。まずい、柵を狙わないといかんな。はい。ナイスー。ありがとうございます。無理だな。もう一回突貫する。なんか、ちっちゃく無理だなって。